ラさん。今日はこれから若手芸人さんの芸を見させていただきましょう、ね、はい、そうですね。若手かどうかちょっと不安でございますけれども楽しみです。どうも、はい、どうも、ダイソンと申します。どうもよろしくお願いいたします。頑張っていきたいと思います。突然なんですけど、はいはい、今あの家の片付けをしてまして、おうおう、もう使ってないものがどんどん出てくるんですよね。俺もね、使ってないもの家にたくさんだよ。あ、そうなの、うん、じゃあいろいろ交換し合いっこしない？あ、いらないものを。そうそう、処分にも困らない。いいね、それ、うんうん、じゃあね、あの掛け布団とかどう？掛け布団、うん、うん、まあ一回も使ってないんだけど、うん、まあ買ったやつ、羽毛のやつ、うん、いいやつがいいね、それ。うん、じゃあ一回も使ってない掛け布団、お前にあげるよ。じゃああれあげるよ、うん、一口も食べてない掛けうどん。いらないよ、お前なんで一口も食べてないかけうどんっつうの。今なら多分増量中。いや、伸びてんだよそれ、お前汁いっぱい吸って伸びちゃってんだよそれ。いらない、いらないですよ。あ、いらないか、うん、じゃあ棚とかどう？棚、うん、うん、あのキャスターついてるやつ。あ、便利だね、うん、あの動かすこともできるから。はいはい、じゃあそれあげる、キャスター付きの棚。じゃああれあげるよ、うん、いわくつきの人形。怖いよ、いわくつきの人形ってめちゃめちゃ怖いよそれ。キャスターついてないのよ、勝手に動くんだよ。なんかついてるだろお前、霊的なやつが。いらない。いや、いらないですよ。じゃあ、あの掛け軸とかどう？掛け軸、お前すごい趣味してるね、うん、これね、あの知人からいただいたやつなんだけど、うん、立派な綺麗なやつがある。いいの、そんなの。じゃあそれあげますよ、うん、知人からいただいた掛け軸、お前にあげる。じゃああれあげるよ、うん、知人でいたんだ一軸。腐ってんだよそれなんだ知人でいたんだ一軸っつうのは。ほっといたらなんかぐちゃぐちゃってなって、なんかジャムみたいな。ジャムあげるよ。いや、ジャムじゃないだろそれ。もう腐っちゃってんでしょそれ、お前。いらない、いらないですよ。じゃあ、あの花瓶は？花瓶、うん、しかも木製の花瓶。わ、おしゃれ、木でできてる。そうそう、うん、もうインテリアとしてでも飾れるから。いいね。じゃあそれあげる、木製の花瓶。じゃああれあげるよ、うん、自家製の紙瓶。何作ってんだそれお前なんだ自家製の紙瓶っつうのは。これ大変なんだよ作るの、うん、まず自分のサイズを測ってない。サイズはいらないよお前、サイズの話はしなくていいよ。ていうか、いらないわそんなもん。いらない、いらないです。じゃあ自家製の紙瓶は視聴者にプレゼントします、うん、絶対いらないよ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。いや、面白いね。ねえ、まあちょっとね笑っちゃったはい感想よろしければできる。いや、え、だから笑っちゃったでいいよまあ、それが一番ありがたい。ありがたいですね。面白かった場合はセーフ。ダメ出しがない。あ、なるほど。じゃあセーフ。これセーフでよろしいですか。いいですよ。セーフいただきました。ありがとうございます。よかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に。では次の方も大いに笑わせてください。お願いします。ガラスの仮面、月影です。紫のバカの人です今から漫才を始めます。いや、今日は美しい方ばかりですね。左から、おちびちゃん、おちびちゃん、ちょっと飛ばしてくれない天女。あなた演劇をやってみる気はない？ないの今日は私たちの名前と顔半分だけでも覚えて帰ってくださいよろしくお願いします。いやね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やっぱりね、夏はこう楽しいイベントが多くて本当にいいですね。そうね、でもね、やっぱりこう暑いとね、出かける気がなくなっちゃう。ああ、室内でもね、楽しめるイベントありますよ。そう、うん、こう近所にフェスみたいに盛り上がってるとこあるんですよ。何やってんの？お年寄りを集めて健康食品を売ってます。うん、危険な夏の香り、いい加減にしてちょうだい恐ろしい子。どうもありがとうございました。なんかこうあれでございますね、紛争で驚いてそれが持ち味でございます、はい、その持ち味は生きてたと思いますよ夫婦漫才な感じは。いや、夫婦っていう感じよりね、なんだろう、なんどんな感じなんだった？わからないあの正しいですうちの、 一応夫婦漫才なんですけれども、ね、一応役割としては、はい、私がネタを書く担当で、はい、こっちが料理と掃除と洗濯なんてます。逆なんで。あとコーヒー入れるのだいぶ上手になってきたねと最近言ってます。なるほどなるほど。うちと同じだ。じゃあ正
ついたね、正しい形だった。正解です、正解。目標に、はい、一番いいのはね、短さね。あの、バレないうちですね。確かに。はい、次。なんかシワが増えちゃうね、笑ってよろしくお願いします。こんにちは、ダンミツです。よろしくお願いいたします。今日はこんな特別な場でネタなるものをやらせていただくということで、ちょっと緊張してしまって、もうすでに変なところが湿ってきてるんですけれども背中が湿ってきてるんですけれども、あの、頑張って参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。断蜜よくちょっとセクシーなお姉さんというふうに言われるんですが、私実は西野カナさんというとても若い方に人気の可愛らしい女性の姿を描かれる、あの方の歌の歌手のような女の子に憧れておりまして、特に取説という取扱説明書、つまり自分の彼氏に私の取扱説明書はこうだから大切にしてねって歌う歌があるんですけれども、そういった可愛らしい女性になりたいなと思っております。ですのでこの場を借りて、ショートコントならぬショート断蜜、断蜜版取説、山田くん、こんな私を選んでくれてありがとう。私の取説読みね。たまに機嫌が悪い時があります。そういう時、あ、ちょっと待って、まだ取扱い説明書読めてない。え、殿方は取扱い説明書なんか読まない。あ、飛んできたさ思うんです、殿方は取扱い説明書なんて読まないから。可愛らしい女性の皆さん気をつけて。以上、断蜜でした。どうもありがとうございました。消えてなくなりたい。まず、ね、ありがとうございました。断蜜を知ってるかどうか。知ってますよ。知ってますけど、断蜜じゃなくてあなた自身のこと言ってるみたいな。断蜜の声真似で、はい、声がすごくいいわね、うん、ありがとうございます、はい、声がすごく、はい、声真似なんです、はい、本当に色っぽくてもいいんじゃない。にじみ出ないんです、それは。どうしたらよろしいんでしょう。いや、わかりませんけど。いや、ちょっと以上ですかね。ちょうどやります。どうやってください。やってくださいよ。なんかもうね、笑いすぎちゃってこれで終わりかなと思ったけど、いやいや、まだあるのよ。まだあるんだ。八掛が一人。どうも、お願いします。私ですね、9年間ですね、名元で漫才をやってますけど、ちょっとあの先月離婚しましてですね、うん、今ちょっとあの夫婦で、元夫婦で漫才やってるんですけど、うん、今日ちょっと一人で来たんでね、うん、あの特技を見せたいと思います。うん、特技、はい、待ってました。ありがとうございますね。ま、本当に待ってました。お世辞だよ。この紙をですね、ちょっとこう破ってですね、うん、丸めるんですね、うん、丸めて飲んじゃう。飲むんですけど、その通りなんです。すごいっすね。飲むんですけど、この手の裏に乗せて、これを手を動かさずに飲みます。いきますよ、うん、連れてきた芸人のネタを見ていただいたんですけども、はい、いかがだったでしょうか。まずどうぞ、先輩からどうぞ。先輩、あのお笑いとかね、それからあの役者もそうなんだけども、自信がないことがこっちに伝わったら全部終わるんだよね。本当にここだけはね、売れてるとか売れてないじゃなくて、相手にアピールするのには自分が自信持ってなかったら絶対アピールできないね。すごい大事。すごい、本当にそう。だって大体滑りますもん、自信がないときは。だから役者っていうのはあんなに稽古するんだよね。バカみたいに永遠と3、2ヶ月も稽古やっても同じだとは思うよ。思うけど、そんなことないでしょ。絶対そんなことないですよ。自信を自分につけさすために。そうですね。でうちの旦那は毎回ネタを間違えるんですね。今日ちょっと噛んでたんですけど、今日はすごく上手にできた方で、2分ネタがあったら半分は間違えてます。
全然間違えなかったって。でもね、私はね、思ってたより面白かった。面白されてなかった。本当にね、ギリでも笑わなきゃと思ってた。優しい。ちょっとゲストが連れてきた人。だからやっぱりその人気が出る出ないってどこが違うんだろうなって逆に考えちゃった。ね、どこがその芸として違うのか、そこがまあ魅力ってことだし、運もあると思うんだけれど、でも私はお政治じゃなくて、一人でゲラゲラ笑ってたでしょ。だから本当に面白かった。うん、ありがとうございます。頑張ってほしいと思います。バイソンは沖縄出身なんですけど、はいはい、彼が与那城っていう名前なんですけど、与那城です。沖縄ならではの与那城っていうのは、彼がまさかの井上なんですよ。へえ、沖縄で、沖縄で井上、沖縄なのに井上っていう、多分そこですね。僕は井上なんですよ。早急に変えてくれ。すいません。ほら、お笑いって間じゃない、ほとんどが、はい、ね、でそういうのがね、大丈夫かなっていうのがなくて、本当になんか一緒になって笑えたから、結構頑張ってるなと思いましたよ、はい、どんどん出ていかなきゃ、ね、応援しますよ。ありがとうございます。そんな頑張ってるね、メンバーが、うん、今そうですね、出てるライブがね、あるんですよ、ね、一応そうそうそう、はい、ね、見ていただいた、あのメンバーが出る、そこね、猫ひろしさん、そうですね、はい、ここにはいないのか。いやいや、すいません、スケジュールの都合で来れませんでした、誘ったんですでもこのてっぺんっていうのは頂上って意味、そうですね、うん、だから頂上目指してるってことね。笑いの頂上を目指そうということで、これが、はい、12周年やってました、はい、本日12周年記念が、よろしく、中野でございますよ、ね、皆さん行ってください。こっちだったでも笑ったでしょ。笑ったよ、ね、なんか本当ですよ。笑った以外の心配になります。でもね、マスコミに出るんだったらもっと自信持ってた方がいいって。はい、自信、うん、自信です。それはね、マスコミに出るのはやっぱドキドキするしますよ、うん、どうしようかなとかって思うけども、それを通り越すような稽古すればいいんだから。それとやっぱりそういうなんていうか、そのなんていうかコンテストじゃないけど、なんかあるじゃない、はい、そういうところにやっぱりどんどん出るべきですよね、うんうん、そうすると怒ってもまたその一つ大きくなれるしね、と思いましたね。芸人はやっぱり言ったらなれるので、そういう意味では免許がないので、まあ役者もそうかもしれないですけど、国の免許ないんで、今日から芸人っつったら芸人なんですよ。あとはもう面白いか面白くないかなんで。私ほら美容家なんで、美容師を育てるととにかくコンテストに出ると、うん、まあ受からなくてもいいから出るとね、やっぱりものすごい技術的には上手くなるわね、怒ったとしてもね。だからやっぱり恥をかいたりね、回数を踏むことで、まああんまり間違っちゃダメだよ、せっかくの台本それが受けるのかもしれないけどね、うん、恥をかいたりでこっちを刺してもそうじゃないって今日一番目があったじゃない本当楽しかったですね。ありがとうございます。劇場行かないで聞かせていただいて申し訳ございません、はいはい、もうね、見たからこのライブは来ないいやいやいや、違うネタを、違うネタです。10月2日ですね、はい、見たからいいや同じことはしないでね あれ見たよ、間違いないでやるんで、どうやったらさ、セリフを覚えられるのか、そうですね、先輩やけど間違います。グラサン。